3分でわかるかもしれない壊滅した師団解説ハッチもあるよ。第14装甲師団は40年8月15日に成立、前身は第4装甲師団からパクった戦車連隊と第4歩兵師団であった。8月15日。師団の初陣はユーゴ戦、その後ボリシェビキを殴るために東へ。南方軍集団に配備された師団はウクライナの大地を踏み鳴らしながら投進。マリウポリやスターリノなど要所を次々と占領し、10月にはコーカサスの付け根のロストフの攻略を手掛けることに。第 1SS と第13装甲師団と協力し、11月中旬にはロストフを確保したが、直後にソ連軍の反撃に相後退することに。41年の冬はソ連軍の反撃を撃退しながら陣地を維持。42年の夏季攻勢が始まると師団はその先陣を務め、ソ連軍の反撃を撃退し、逆にこれを包囲。ここでソ連約3個軍を殲滅し、さらに強方針を備えた新型戦車を受領したこともあり、攻撃は順調であった。8月にはスターリングラードに到達、10月には師団を中心とした攻撃でソ連軍をオルガ川対岸に押し出し、市内にて頑強に抵抗する小集団さえ制圧すれば同志はドイツのものとなるわずだった。しかし11月19日、突如ソ連軍が北部のルーマニア軍戦線を突破。予備として待機していた師団はこれに対処し前線するも多勢に無勢、師団は完全に包囲された。43年1月、スターリングラードから脱出する最後の飛行機で師団の将校が脱出。取り残された兵員は全滅した。脱出できたわずかな人員をもとに師団はフランスで再建に注力。新型のパンター戦車を受領し、10月には東部戦線に復帰。復帰して早々ソ連軍陣地強襲、戦車40両以上を撃破し大戦果を上げる。しかし攻撃の最中に師団長が戦死、手放しで喜べる勝利ではなかった。だがその後師団はキロボグラードにて包囲され、命からがら救出されるも保有戦車がわずか15両までに減少。それでも第11装甲師団の残余と協力し陣地を保持、攻撃に頑強に抵抗し、最終的にはソ連軍は師団の陣地を迂回する羽目となった。だが戦線全体においてドイツは劣勢であり、師団も撤退することに。バルカン半島からチェコ、ポーランドを経由しリトアニアへ。到着してから2ヶ月後に師団は分断されクールラント半島に閉じ込められた。ここでも師団はそのわずかな戦力でソ連軍の攻撃を幾度も撃退し、終戦まで火消し役として動き回った。5月8日にドイツ本国が降伏したことを受け、9日にはクールラントのドイツ軍も降伏。降伏直前に回路で脱出したわずかな人員を除いて、その大部分が永久凍土に送られた。終わり、平定。